塚本港、これ合わせて海上自衛隊は横須賀港として港として使用しているんですね。また大きな港、主要な港は全国に5カ所です。一つはここ横須賀、また広島県の呉、とても有名、長崎県佐世保、残り2つ日本海側、京都の舞鶴、そして一番北の青森県大港、この5カ所の中で一番大きい港はこの横須賀港と言われてるんですね。さて早速艦船のご案内をしていきたいと思います。右側前方をご覧ください。2隻横に並んでいます。奥の方から艦番号5106番、海洋観測艦湘南。湘南は海の中を調査します。そして湘南のすぐお隣、一回り大きな船が1隻見えてきました。艦番号463番、掃海母艦浦賀です。さて皆様問題です。浦賀見えてきましたが、全長何メーターぐらいあると思いますか？ちなみに艦番号と同じ長さではございません。463番ではありません。実は浦賀全長140メーターです。140メーター。実は浦賀を前後に1隻ずつ計2隻並べても、今日止まっていなかった空母にはまだ80メーター以上ね、足らないんです。そして浦賀の裏手に赤と白の鉄塔があります。あれ空母と同じぐらいの高さ。また空母は戦闘機や航空機を飛ばすための広い甲板はサッカーグラウンド2面半分あると言われている。こういうふうにご案内しますと、空母がどれだけ大きいかというのは想像できるかと思います。さて浦賀の仕事内容に関しましては、また帰りに詳しくご案内していきたいと思います。次は目線を左側